はい、皆さんこんにちは。アトリガズです。今日はヒップアップにおすすめケーブルヒップエクステンションをご紹介したいと思います。今日はヒップでも特に下側から真ん中の方の筋肉を鍛えていって、ヒップラインの、ね、下側を上に引き上げるような効果がかなりありますので、ぜひこのヒップライン気になる方やってほしいなと思います。まずケーブルを下側に合わせまして、このですね、ベンチ台を約床からですね、30度から40度ぐらいの高さに合わせます。床の水平から30度から40度。ここに合わせましたら、まず膝をこのベンチ台の真ん中につきまして、肘をついたら、このワイヤーを取ってもらって、足のこの甲ですね、甲、足の裏ですね、にかけます。で、しっかりと土踏まずのこの真ん中の方に持ってきたら、プランクのような形を取ります。肘を取ります。で、手は組みます。この状態で、膝を曲げたら、股関節を曲げたら、膝を伸ばしながら、真上。かかとを真上に蹴っていく。かかとを真上に蹴っていく。お尻の下から真ん中を意識しながら、蹴っていきます。で、この時にもし太ももの裏にすごく力入ってしまうような方は、少し上げるときに、つま先を外から上に見せるような感じで、ぎゅっと。つま先を少し外に見せるような感じで、押し出すと、太ももの裏ではなくて、お尻にしっかり効いてくると思います。太ももの裏ではなくて、お尻にしっかり効いてくる方は、シンプルにかかとをまっすぐ上げてみてください。かかとをまっすぐ上に。裏側に入ってしまう方は、つま先を少し外、股関節の外旋をね、ちょっと入れていきましょう。このようにすることで、このヒップラインの下側を上に引き上がることです。スクワットのでは、まあ、筋肉のボリュームを作ることにはすごく、ね、適してるんですけども、こういったケーブルのヒップエクステンションでは、筋肉をキュッと縮めるというか短縮位で収縮させることができますので、かなり筋ボリュームというよりヒップアップですね、上に上げるような効果がありますので、ぜひ、ね、マックス使い分けをしてほしいなと思います。今日は、ヒップアップ下側の筋肉、これを上に引き上げる。ヒップエクステンション、ケーブルヒップエクステンションをご紹介しました。よかったらチャンネル登録お願いします。また明日もお会いしましょう。さよなら。